新州全工寺中見世通り。新州全工寺中見世通りは、長野県長野市元吉町にある全工寺の二王門から三門まで続く、参道を歩きに宿坊や飲食店、土産店が連なる通り。全工寺の中見世通りは、境内の入り口である二王門から三門に至る400メートルほどの石畳に沿って整備されている。参道脇に宿坊や飲食店、 土産屋などが50点ほど連なる。参道周辺には39の宿坊がの木を連ねている。それぞれが住職のいる独立した寺院で参拝客を受け入れるとともに善光寺如来を守る役割を果たしている。現在の中店は元は如来堂があった場所で中世紀に善光寺の境内で大道商人や立ち売りなどが商人を始めたきっかけと言われている。 その後、明治維新を経て、常設店舗の形になった。本堂までの区間の7777 77枚あると言われている石畳は、1714年江戸で岩屋を経営していた豪商、大竹屋平米が金300両を寄付したことにより、敷かれたものである。また、もともとはこの通りに本堂があったが、火災にたびたび見舞われたことから、1707年に、 今の場所に本堂が移された。その空いた場所に商人たちが集まり、現在の中見世通りができたと言われている。新州全光寺中見世通り全光寺境内で、大道商人や立ち売りなど商売を始める人が出てきた。この時代、数店舗のみが設置されており、蕎麦やおやきを参拝者に振る舞ったと伝えられている。また、神社やお寺を中心として、 境内の前で栄えていた商店街を門前町と呼んでいた。現在の中店の場所は元善工事如来堂があった場所である。人家近くがあった如来堂はたびたび火災に巻き込まれたことを理由に1694年にそれまでの場所から境内の北側に移転した。この移転に伴い如来堂があった場所は広い空き地となり、 そこへ次第に商売人たちが集まり賑わうようになったと言われている。当時は、善光寺名物である、ヤワタ唐辛子の本舗、ヤワタ磯五郎が、善光寺門前を考察前に露店を出しており、見せ物小屋や居合い抜け、熊の油も売られていた。この五郎の商売は、露店商や小屋店のような仮設店舗で行われており、度重なる火災によって、火の使用が禁じられ、生活に、 大きな支障を与え、取り扱う商品にも規制がかかったと言われている。明治維新によって飛躍的な発展を遂げ、仮設店舗の集まりだった中世通りも常設の店舗を構える商店街となり、1873年には元吉町と解消され、人々の生活の拠点となっていった。1888年には長野駅が開業され、 全工寺への参拝客が増えるようになった。団体客を受け入れる旅館や、医療品店、飲食店、土産物店も増え、地域の人々の生活の拠点だった、全工寺中店通りは、一大観光スポットへと変化した。これに伴い、扱う商品も、日用品から観光商品へと移り変わり始め、商店街として発展したと言われている。元吉町は、 本来中店として商業を中心として成立し発展してきたが、大正から昭和にかけての戦時下では参拝客の激減や統制経済により廃業する店も増え始め商業活動は壊滅状態に陥った。戦後になると高度経済成長の波に乗り参拝客が再び増加し大量の参拝客を迎える商店も改装工事が進められるようになった。 さらに、交通の発展に伴い、善光寺本堂の脇にも駐車場が整備され、大型バスやマイカーでの参拝も受け入れられるようになった。よって、中見世通りは、復興を遂げ、現在では、長野市の観光における中心的な存在となっている。南安尾本店、諏訪亀、土茂物産店、近藤土産店、柏屋物産店、松屋、 新州里の好み工房、滝屋本店、杉尾方園、佐藤商店、三吉屋名産店、市川商店、北屋菓子店、新州りんご菓子工房べにべに、北野園、長戸屋、門前蕎麦ももとせ、山城屋、魚ば蕎麦ろ、山地、尾わり屋、ザウィックコウ、丸清市、喫茶、中村屋中村屋,中村屋吉右衛門、カフェテラ、北平駒屋薬局、松屋カメラ、 青木写真館、小池美容院、大石道写真館、シープワン、山下写真館松屋、旅館、泉屋、旅館町聖堂、中沢工芸店、鳩笛、落合仏壇仏具店、滝文、柳屋、霊堂、天山工事、都市の遊ぶ社、天宮仏具店、山崎 JR 東日本新越本線長野駅、全高寺口、一番乗り場より、アルピコ交通重継等、 全光寺大門行き、11系統、浮き行き、16系統、17系統、若月登場行きのいずれかに乗り、全光寺大門バス停下車全光寺大門長野駅間は、約10分、150円均一運賃。長野電鉄長野線全光寺照らした駅下車。新宿全光寺中見せ通り、公式サイト全光寺、東京、中部エリア、お出かけ。 ガイド、JR お出かけ、ネット全光寺参りで立ち寄りたい。お土産グルメスポット5000全皇寺参りと合わせていきたい。おすすめのお店8000全皇寺長野県全光寺、中店通りの歴史と由来、営業時間、定休日。ありがとうございます。